けれど中には反抗的な態度を取る女子もいる。はあ、性指導って今更？私経験あるんだけど。ああ、数年前までは結構指導漏れが多いんですよね。まあ別にいいんだけどさ、田中なんかに性指導とか務まるわけ？すっげえ童貞臭いよねあんた。うん、ごめん怒った？私思ったこと何でも言っちゃう性格だから。倉敷さん、最初から個人指導をご希望らしいけど本当にいいんですか？それでいいって。彼氏呼ぶのも悪いしさ、ちゃっちゃと終わらせちゃってよね。なんだよ、今夜こそはできると思ったのに。いや、普通するだろこの状況。もうお兄さんったらダメじゃない、勝手に他人を家にあげちゃう。おみんな、なんで？そういうことですか。もみ消すつもりですね。そんなの許しません。開き直りか。それはあなたの方でしょ。今なら規律違反、報告書に対する反省文の提出で許してやらんでもない。な、セクハラにパワハラまで。勘違いも甚だしい。までご迷惑をおかけするかもしれませんが、お店は続けますのでよろしくお願いします。心配しなくても、僕が全面的に協力すると約束したんですよ。ね、奥さん。はい。うん、これからもずっとここに。お前、まさかまた大丈夫、お母さんにはきちんと連絡してるから。 K さんのおかげで、あれからお母さんとはすごく仲良くなってるんだ。あ、キラ先輩とお話ししてから帰ります。お構いなく。キラがあのビッチに溺れるとは思わないけど。だが反対派のリーダーだったんですね、朝宮警部補。貴様、仮にも警察官でありながら一体どういうつもりだ？あなた、レイプ合法化の取り消しを目論んでますよね。国の上層部をヤバいネタで脅したりして。当たり前だ、あんなとんでもない法案、全国の女性のために一刻も早くやめさせなくては。困るんですよ、せっかく俺たち楽しくやってるのに余計なことしないでほしいな。だからお前たち妹を、みゆきをさらったのか。そうそう、妹さんを返してほしければ、まあ言わなくても大体わかりますよね。わかった、私を好きにすればいい。だが妹には手を出すな。もちろんです、私もユランそばの信託を受けた身、できることがあるなら何でも協力させてください。よし、では早速協力してもらおう。これはな、お主らのようなクセ者を捕らえるための罠、残念じゃったな。おのれ、かく。安心せい、殺しはせい、お主たちにはまだまだたっぷりと楽しませてもらわんとな。なんか緊張する。撮影とかするんだ。よろしくね、田中くん。ね、私は別にゆっくりでいいと思うんだけど、来季がしたいって、その…好きな女の子が彼女になったんだから、そりゃ早くキスもセックスもしたいよ。私、ガサツだし、本当色気ないっていうか…だからその、私の初めて…